はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15体験版エピソード出すか、またやっていきたいと思います。結構またレベル上げました。今みんなのパラメーターがどうなってるのかというと、はい全員40レベル以上まで上げました。かなり強くなったんじゃないかと。で、お金の方もモンスター狩りとかいろいろしてアイテムとか出たら、もういつの間にか1万4000ギルも溜まってて、目標の2万4000ギルに、まあ雑魚敵をたくさん倒してれば、まあもう溜まるんじゃねえかってぐらいお金も溜まってるんですけど、でとりあえず今回はこのレベルはめっちゃ上げたので、ベヒーモスを再度殴りに行くと。結構レベル上げたから、前回洞窟で手に入れた、これなら余裕。待って前回洞窟で手に入れた召喚獣ラムだっけ、あれ HP0 になったら召喚できるようになってるので、あれを呼び出さなくてもいけそうな気がする。まあね、とりあえずね、前回の、プレイだとか、あと、今回その大幅なレベル上げで、よく分かったことは、食事がめちゃめちゃ大事と。前回は洞窟行く前に、宿泊施設に泊まって、経験値の 1.5 倍の方に釣られて、スキルを食事で何も補わなかったので、人造兵しつこいぞ。なので結構ゴブリンにもボコボコにされたと。でもあそこでちゃんと食事を自分で作って食ってれば、だいぶ楽で生きたと。あ、バレずに帰ってった。で、おまけに、モンスターの数が少なくても、そのモンスターをすぐ倒すことができれば、ボーナスパーセンテージが上乗せされるので、大量の敵を一度に相手するよりも、絶対そっちの方が効率がいいと。例えばここに今1体だけいるこやつをいて倒す、あいてロスト外すなよ、アリあれ待って、人造兵まで来てる。でも人造兵も相手にしよう。でそのガークがよし固まった、リークいて、クソ人造兵め、こうなったらファントムソードだ、ほらこれめっちゃ強い。あの剣がたくさん呼び出されてどんどん敵に突き刺さっていく。で MP がなくなると切れてしまう。お前、あ、MP が切れる、切れた。OK、倒した。あ、これはボーナス 68%、まあ、こんな風に300% から始まってだんだんバトルの経過時間が長いと減っていくので、まあボーナスパーセンテージをたくさん稼ぐのが経験値アップにつながると。で今食事してなかったから結構ダメージ与えたけど、これが食事した後だとだいぶ与えるダメージが大きく、まあ、食べるものにもよって与えるダメージが大きくなると。じゃあまたこの毒性熟成肉の残し中休むか。で休む、スキルがマックスの3つつく。グラディオとプロンプトがレベルアップ。攻撃力、防御力アップ第1ってのが相当でかい。よし。
で、だいぶ固まったから、あとはこのまま勢いで、これ、スモークアイ。で、まあ、なるべく召喚獣を使わずに倒したいけど、まあ、無理だったら、まあ、無理だったら、最悪無理だったら、召喚獣を呼んで、倒すと。で、こいつを倒せれたら、賞金がもらえて、車も直って、そして体験版終了って形かな。スモークアイの住み方で確か、火ぶっ倒されてる方から入んないといけないんだっけ。あ、もう鳴き声するもん。あ、そうだ、ここ前出てきたところだ。さあ、どこにいる？でけえな。え、どこ？動物ってわけじゃねえな。俺たち勝てんの？どこだ？あれか。逃げた。来た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 。ロックして。さあ、やるしかない。じりじり戦っていこう、なんとか。クリティカルもだいぶ出やすくなってる。足とか狙えるな。みんななかなかダメージも食らわなくなってる。前ほど。あ、そんなこともない。危ない。ちょっと待って、 MP 貯めてちょっとファントムソードで行こうか。余裕を持って。イグニスありがとう。すごい、兄貴が突っ込んでる。MP を一度貯めて、よし、ファントムソード、ぐさぐさやっていくぜ。いいぞ。よし、倒れた。めった打ち。切れたならちょっと待ってよ。あっちに、そうだ、あそこにシフトして MP 貯めよう。ちょっとこの戦法でいこう。やばい、足首が。まあ、召喚獣もできればお見せしたいんですけど、倒せたらこのまんま、倒せれるならこのまんまやっていきたいと思います。待って、あっちにシフトしよう。みんな頑張って、俺こっから見てるから。イグニス大丈夫か。あ、ポーションも大量に持ってるので、そうだね、ちょっとイグニスに回復、ちょっと余裕を持っていこう。痛い。ファントムソード行こう。ほら、連打。あ、ノクトも体力やべえ。いけるかこれ。よし、ちょっと待てよ。お、違う、そこじゃない。シフトしてほしいところは、あ、今パリーのチャンスだったな。 MP がバーストしちゃってる。ポーション使おう。よっ、さあ MP の回復待とう。あ、プロンプト、ちょっと待てよ。ノー、あれ、こっから食らうのか。つって皆さんにポーションを振り分ける。シフト。マジでダメかと思った。さあ、じっくりじっくり行こう。さあ、溜まった。アットムソード、足元を狙う。でも、もうこうなると一体もうどこを切ってるのか全然見えない。
え、倒れた。倒れたけどこれなんかなかなか減らないね、やっぱ。ちょっと行けるとこまで普通に戦ってみよう。やっぱパリー狙いに行った方がいいかな。危ない、ポーション使おう。パリーできるチャンスないかな。あ、やばい、 MP が足りない。さあどうしようか。少しまずい状況。召喚獣が使えれば多分一瞬なんだろうけど、倒したいな。で MP 貯めよう。よっ、ん？何に当たってんだろう今の。よっ、ちょっとシフトしよう。 MP を貯めて、もう一回ファントムブレイカーでいくか。よし、ん？ファントムブレイカーじゃねえよ、ファントムソードで。なんだブレイカーいて。おね、よし、このまま倒れてウィークになんないか。でもファントムソードの方が効率いいかも。よし倒れた。あ、半分もいってないまだ。あと少し。もうちょい、あとちょい、ほんのちょい。まだか。あと1回ぐらいのファントムソードできるだろう。もう日暮れてるぞ。そしてイグニス死にすぎ。イグニスにもうポーション逃げた後にもうかなりなくなってんだけど。イグニス助けよう。まずい、そのパーリーなんてできない。あれ、兄貴がブレイバーとかやってる。イグニス、イグニス、イグニス、で、あと1回だけファントムソードができれば。え、たまった、あとちょいだ。もうゲージほぼゼロだ。お、勝った。勝ったー。でも7000か。ああ、みんな無事か。真っ暗だ。これで修理代もなんとかなる。うん、胸張って支払え。本気で涙でさ。今何分かかったって言ってた今。
いやー疲れた。あれ多分20分以上戦ってたと思うけど。ベヒーモスの角は高値で売れる。修理費用をしっかり賄えるだろう。いやー疲れた。これどんな風に編集しようとか。いや召喚獣が一体どんなもんかをお見せできなかったんですけど、それはまた今度見せるかな。よし帰ろう。皆さんにポーションでもあげとくか。ノクトなんだかんだずっとぶら下がってただけだしな。ぶら下がっては切ってぶら下がっては切ってを繰り返しただけだしな。わあ、車を直してもらう。あ、だけど夜だからいないか今。あ、いねえや。オッケー、一旦寝よう。休むか。もう疲れた。金に変えようよ。ベヒーモスの角。あ、起きてからね。さあ、1.5 倍になるけど。1万1000。さあ、40レベルぐらいになっても、あんなに手こずるとは思わなかった。よし。ちょっとお金に変えよう。あ、こういう作りもなんか凝っていて、買い物をご希望の方は店員までお尋ねくださいって、時々レジを外してることがあって、そこで掃除してると。こういうのがちょっと、作り込まれてるかなって。じゃあ売らせてもらいます。これだ。ベヒーモスの角。もう、ガルラの肉は相変わらずたくさんあるけど。また来てくれよな。さあ、もう4万ギル近く貯まった。戻ってくれ。この金で豪遊すんのもあり。やめておけ。で、シドニーに話しかける。修理代、準備できたの？ああ、なんとかな。遅くなってごめん。大丈夫、大丈夫。毎度どうも。金額は変わりないか？うん、あの額でいいよ。じゃあ、あとは待ちに待ったこの子の納車だね。で、乗る。かっけ。かっこいい。あ、ドライブ。あ、そうだ、カーテスの大皿に行くってなんかあったっけ。ほら、この通り準備できてるよ。修理は無事に終了。もうどこも悪いところはないはず。感謝する。細かいところも整備しといたよ。費用上乗せしたいとこだけど、この辺はおまけ。本当嬉しいな。いいえ、今後ともハンマーヘッドをよろしく。もちろん、他の店には行けねえさ。頼むよ、乗ってみて。ああ。生き返ってる。もし何かあったら連絡を。次は修理じゃなくな。うん、いいよ。うちの工場ならもっといろいろやれる。性能に不満感じたらいつでもおいで。電話で相談もあり。いいよ、じいじも退屈してるから喜ぶ。今度はシドに手土産を持って伺うか。だな。じゃあ行くわ。ありがとな、シドニー。うん、行ってらっしゃい。
インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。王都を守る障壁が崩壊、帝国軍は王都城周辺を爆撃。おい、待てよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け、当面の凍結が発表されました。また、亡くなられたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、そしてテネブライのフルーレ家令嬢、ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか、途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として常に胸を張れ。